こんにちは、ゴンちゃんです。今回は裏から昭和の日本を動かし続けた闇の権力者の一人である児玉芳雄を紹介します。戦後政財界のフィクサーと呼ばれた男で、一方ではヤクザの世界にも大きな影響力を持ち、表裏両世界を動かす黒幕として裏社会を牛耳っている。テレビに映し出されるその姿はとても黒幕とは言えないほど衰弱しており、児玉芳雄を見た国民は彼が勝って右翼の社会を代表する実力者とは信じがたいものでした。そして1976年、昭和51年7月27日、戦後最大の疑獄事件であるロッキード事件で、田中角栄前首相、当時58歳が逮捕されたのです。国家を金で動かしてきたと自他ともに認める児玉芳雄の生涯を振り返りつつ、数々の仰天エピソードを紹介してまいりますので、最後までご視聴ください。生涯を通して裏社会で暗躍していた児玉芳雄の名は意外と知られていませんが、太平洋戦争中に蓄えた金融資産で戦後における政財界に大きな影響を与えた児玉芳雄は、1911年、明治44年2月18日、福島県足立郡本宮町、現在の本宮市に生まれました。父方の家系は山田姓を称し、代々日本政藩に仕え、槍術指南役を務めるほどの腕前で、祖父兵太夫は家老職を務め、維新後は二本松の副参事を務めた侍です。父の周四郎は二本松藩の御殿医、児玉家の養子になっています。芳雄は少年の頃、安達太良山の麓で父親に連れられ、福島県と宮城県の境界を縦断する阿武隈川で釣りを楽しんでいました。父はいつの間にか医業を捨てて政治家に身を投じていました。これは明治新政府に対する不平不満が東北地方にも広がり、福島自由党に入党して反政府的な行動を始めた経緯があります。そして川べりで幼い芳雄にいろんな話をしてくれました。よく聞かされたのが、お前も立派な侍の子だ、若いお前たちが社会に出てうんと偉くなることだ、偉い人物になれよ、でした。大正7年、芳雄が7歳の時に一家を挙げて東京に移り、高田馬場の付近に住むようになり、富山小学校、現在の新宿区立富山小学校に通い始めます。学校のそばには陸軍の演習場があって、勇ましい掛け声やラッパの音が子供時代の芳雄の胸を弾ませていたのです。しかし入学して間もない7月、母が脳一血で倒れ、帰らぬ人になりました。わんぱく少年で鳴らした芳雄も母の死は答えたらしく、いつも学校帰りの竹やぶに入ってボロボロ泣いていました。母の死後9歳の時に父に連れられ、弟と一緒に姉がいる朝鮮の慶城、現在のソウルへ渡っています。この時も芳雄のわんぱくは治らず、手を焼いた姉から元宮へ強制的に返されました。1923年、大正12年、関東大震災が起こる年に再び姉がいる慶城へ渡っています。ところが芳雄にはどうも慶城の水は合わないらしく、大正15年、1926年、東京に戻り、日暮里の鉄工場で働き、次に向島の鉄工所に転職しますが、これだけではお金がたまらないので、下宿先の近くにあった工場で鉄管の配達もやっています。偉くなるには何としても学問を身につけねばならないと、学資を稼ぐために必死に働きました。そしてこの頃、ちょっとしたいざこざで年上の輩たちと喧嘩をして、殴る蹴るのひどい目に遭わされたのが悔しくて、下宿先に戻ってしまってあった仕込み杖を持って現場へ引き返すと、運悪く警官が現場調べをしていた時で、仕込み杖を持っていたため逮捕されました。芳雄が留置場の厄介になったのがこれが最初でした。昭和4年、1929年、19歳の時、訓権学派の憲法学者、上杉新吉東大教授を会長とする建国会に入会しました。当時としては非常に進歩的な考えを持った人々が名を連ねていました。建国会に入れば、芳雄自身が旗を振らずに、財閥や腐敗した政治家どもを攻撃できるという単純な思想から右に踏み切り、建国会に入党したのです。国家運動に傾倒していく中、昭和4年11月3日、今の文化の日になる
吉川薫明治の仮説にあたる日に、天皇皇后は昼前に東京代々木の明治神宮に参拝するため赤坂見附を通る予定でした。その沿道には私服姿制服姿の警官が多数出動し警護に当たっていました。義雄がこの赤坂見附に姿を現したのが午前9時頃でしょうか。この1、2時間後に陛下の警護の列に飛び込む決心をしていました。時間が迫るにつれ義雄の体はブルブル震え出し、なかなか落ち着くことができません。そうこうするうちに間もなく憲兵隊に守られた小豆色のお召し車が近づいてきました。義雄は群衆をかき分け、何気ない顔をして前列を陣取ります。間もなく警官の合図で人々は帽子を取り、老人や子供たちは敷かれたむしろの上に土下座をしました。時折群衆の中から聞こえる咳が義雄を飛び出させるカウントダウンのように聞こえました。そして間もなく小豆色のお召し車が義雄の視界に大きく入った途端、義雄は警官の列をくぐって毎日文字に車に向かって突進したのです。そして懐にしまっていた訴状を右手に持ち、捧げるようにして一気に突き出しました。義雄の指先が車体にちょっと触れた瞬間、警官たちに取り押さえられ逮捕されてしまいました。ついには逮捕も国賊扱いされ、尋問も裁判もひどいものでした。義雄の決心は不変で、自分は今流行りの赤の思想を持つものではない、ただ自分は不平等な矛盾だらけの現代の世相とデタラメな政治のやり方と、そして庶民大衆の苦難に満ちた生活の危機を思うとき、目をつむっていることができないのだと、どこまでも国民になり変わって陛下の温かいお情けにすがろうとして、あえて直訴したことを断言したのです。しかし無情にも懲役6ヶ月の判決が出て、群馬県前橋の刑務所へ引かれていったのです。国家運動に傾倒していく中で起こした天皇直訴事件、そして国内経済を大混乱にした井上順之助蔵相の金解禁、傲岸とさえ思える井上蔵相の態度に憤懣やる方ないものを感じていたのです。民衆の怒りの声にいささかも耳を傾けようとしない、むしろ世論を黙殺し嘲笑する態度に一矢報いて反省させようと、抗議の手紙に短刀を添えた小包を送ったのです。手紙はこう書いていました。天下騒然たるの折、短刀一振り進呈いたし候。ご信用にするのも切腹用にするのもご自由に使用されるようにでした。手紙を送って幾日か経ったある夜に、刑事が 5,6 人やってきて、荒々しく警察署へ引っ張られていったのです。出所してからなお今度が軍部を動かして国家機構の改造を起こそうと考え、東京に戒厳令を出させるように仕向けようと、政党の有力者を 2,3 人襲撃して、その家に火を放って、さらに東京に通じる送電線を爆破して東京を暗黒化する計画を立てたのです。しかし仲間の火薬取り扱いの不始末が特攻にバレて、逃げる途中もはやこれまでと死を選んで銃口を自分の心臓部に当てて撃ったのです。気がついた時はベッドの上で、弾は心臓すれすれに至っており、手術が終わって助かるのでした。これが21歳の時で、行動を泳ぐ小玉としては最高の勲章になる東京爆破未遂事件の首謀者になった時でした。小玉義雄の純粋な右翼としての活動はこの事件で終わったのですが、もしこの時彼が死んでいたら、その後の黒幕としての小玉義雄は存在しなかったのです。そういう点でも大きな意味を持つ事件だったと言えます。険悪な日米関係が刻一刻と緊張しつつあった昭和16年11月末に、かねてから実行にしていた国粋大衆党の笹川良一から、海軍航空本部の山形中将が何かお前に頼みがあるらしいと連絡が入り、早速山形中将に会ってみると、これからの戦争は艦船第一主義は時代遅れだ、これから航空第一主義でいかねばダメだ、そのためには海軍航空本部用の必要資材一切を調達してくれんかとの話でした。振って湧いたようなその話を聞いて、義雄は中将にこう言いました。その任務を引き受けるには国内生産だけではとても間に合わないので、中国も使いたいから軍の邪魔が入らないように手を回してくださいとお願いしました。中国上海には占領地に対する政務開発事業を統一指揮するために
第一次近衛内閣で作られた公安委員が何かと横槍を入れる恐れもあり、それを黙らせてくれと注文をつけたのです。それならと早速山形中将らと上海に乗り込み、児玉のやることには一切横槍を入れるなと厳命してもらって、その3日後に上海ブロードウェイに児玉機関の本拠を設けることになったのです。そして肝心の軍需物資調達へ文字通り昼夜兼行で働きました。中国自体が軍需品の巨大な倉庫でもあるかのように、綿花も銅も、そして飛行機に不可欠な潤滑油となる火増し油も、想像できないほどおびただしい量の物資が調達できるようになっていきました。三井三菱などの大手商社も相当まとまった物資を買い付ける場合はいちいち本社の許可を取っていたようですが、児玉機関は即断即決で買い付けていました。そのため三井や三菱たちより先行買い付けができたので、たちまちにして莫大な利益を上げていくことに成功したのです。もちろん軍の信頼をも得て、児玉はフィクサーとしての地位を確立し、その顔が国家の要人にも広く知れ渡るようになりました。太平洋戦争も敗戦となり、1948年12月23日、児玉と笹川良一は同じく戦犯容疑で逮捕されていた岸信介と同時に釈放され、東京巣鴨の拘置所を出て自らのネットワークと財政を立て直ししていきました。戦後いかに彼が政財界の上層部に食い込み趣を成していったかについて、根本は次の一点に絞られます。保守政界人脈という表の顔とヤクザ暴力団という裏の顔があり、両方をうまく使い分けていたことでしょう。戦時中海軍の委託を受けて中国で物資の買い付けを請け負い、児玉は自らのスパイも児玉機関を作り上海で財を成していました。児玉義雄が中国で積み上げた財源となるダイヤモンドの原石やプラチナなどは、終戦時に直接現金に換算すると約1億7500万ドルだったと言われています。今の通貨価値に換算すると数兆円にもなると考えられています。敗戦によってその資産が児玉のものとなり、その一部の資金が援助され、鳩山一郎政権の成立に大きな役割を果たしました。ヤクザと極右は軍部と緊密な結びつきがあり、愛国主義的ギャングの諜報活動、テロ、さまざまな取引など頻繁になされた場所は中国や韓国であり、そこで義雄らは現地のギャングと結びついていたのです。さらに永久戦犯として巣鴨刑務所に入獄した時、岸信介らと知り合ったことが表の人脈となっていくのです。そして裏の顔は右翼にプラスして、60年安保時に岸内閣幹事長川島正次郎の要請でヤクザの親分衆を動かしたことが実績になっています。直前に中止となりましたが、アイゼンハワー大統領の来日を成功させるために、バクト1万人、敵や1万5千人を動員させ、地下社会を表舞台に引き上げるという豪腕を発揮しました。このように表権力と裏社会を掌握した児玉の力は、岸内閣誕生を境に飛躍的に増大していったのです。児玉は若い頃から組合闘争などの仲裁を買って出るなど、組織を統括する能力があり、中国でのスパイ経験を持ち、旧軍人や極右の世界、ヤクザ一部の政治家とのコネを持っていました。そのためアメリカの諜報局 CIA にとっては、児玉は襟抜きの人物でもありました。1958年になると、 CIA から定期的に報酬を得る人物のリストに児玉の名前が記されるようになりました。そして1952年以降、国際経済の機関の援助により、児玉は諜報機関を設立します。そして児玉は三木武吉、鳩山一郎、河野一郎、ことに大野万木などの政治家とも親しいことで知られていました。裏の世界を束ねることのできる児玉は、表の政財界にとっては願ってもない便利屋となり、重宝がられました。地下コンサル業として、ある時はフィクサー、ある時はブローカー、またある時は工作者、仕掛け人として何でもござれのビジネスを展開したのです。フィクサー児玉としての実績は枚挙にいとまがないほどでした。その一つに政界の異端児、河本俊夫とぶつかったジャパンライン株買い占め事件があります。後の自民党三木派を率いる河本は、自らがオーナーの三幸汽船を通してしで筋として知られていました。このしで船では、河本原爆に対抗するには
小玉水爆しかないとジャパンライン側は小玉よしおに助けを求めたのです。小玉よしおの名前が登場した時点でこの支出戦は一挙に収束に向かいました。もう一つの例ですが、実力政治家の鶴の一声というのがあります。愛知万博の弁当ぐらいの話ではまだ可愛いのですが、田中角栄内閣の出来事では小玉の影が色濃く感じられていたのです。国防会議で対戦哨戒機 PXL は国産でとされていたのですが、田中が一夜にして白紙撤回と言い出しました。いろいろと理由は述べられたようですが、正解筋で信じる者はいませんでした。この頃小玉はすでにロッキード社の秘密代理人となって報酬を受け取るようになっていたのです。社会の不公平を嘆き命を懸けたかっての国士は右翼らしからぬ姿に変貌していました。政財界の裏面で小玉の威力は絶大でした。小玉が出てきたと噂が立っただけで多くの事件や揉め事は解決が約束されたのです。事件の渦中の人間でも自分が小玉につながっているなどと夢にも思わないうちにもう済んだよというのが日本国の常識でした。ところがロッキード事件は今まで小玉が関係した小事件とは様子が違ったのです。最初のページに登場人物を羅列するアメリカ小説の手法そのままに政府高官という表現でしたが、まず事件関係者が炙り出されます。田中角栄、長野健二、丸紅、全日空関係者、そして小玉よしおと関係者の名前が明らかにされました。この事件で自民党調査団団長としてアメリカに赴いた佐藤文政がこんなことをつぶやいたそうです。さすがの小玉よしおも用なしと見られたようだ。あの小玉よしおがボロ雑巾のように捨てられていくなんて、現職の自民党代議士として信じられないという面持ちでした。そんな中、昭和51年1976年3月23日の朝10時、右翼団体青年思想研究会の市村清彦がセスナ機を操縦して小玉艇に特攻をし、セスナ機は小玉艇の一部に追突しましたが、小玉よしおには怪我はありませんでした。それでも小玉よしおは最後まで黒幕として振る舞ったのです。国会の承認喚問をはぐらかすような病気診断には疑惑が残りましたが、タイミングよく病人になり、そのまま何も語らず死んでいきました。右翼陣営のトップにいた人間が仲間から糾弾されるという屈辱は分かっていても一切の自白を拒否しました。戦後政財界のブラックホールを抱えたまま小玉はメイドに旅立ったのです。今回は裏から昭和の日本を動かし続けた闇の権力者小玉よしおに焦点を当てました。彼の影響力、事件、そしてその背後にある複雑な人生についてご紹介しました。昭和の歴史の中で小玉よしおが果たした役割は計り知れません。このような貴重な歴史的情報をお伝えする動画をお楽しみいただけたら嬉しいです。小玉よしおという人物についての理解が深まり、昭和時代の裏社会の一端を垣間見ることができましたね。このような貴重なコンテンツをもっとお届けしたいと思っています。次回以降も歴史や裏話に関する動画を予定していますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録していただくことで新着動画やさらなる興味深い情報をお届けすることができます。ぜひ人物エピソードへのご支援をお願いいたします。今後も貴重な歴史や裏話に迫る動画をお楽しみにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。